ウェイジャーの開戦はスペイン継承戦争中の1708年6月8日に行われた開戦。チャールズ・ウェイジャー率いるイギリス艦隊がスペイン財宝艦隊に攻撃して勝利した。チャールズ・ウェイジャーの肖像画トマス・ギブソン作1731年。1708年春、チャールズ・ウェイジャーは夏季のイギリス艦4隻を率いてカリブ海へ遠征した。4月、 イギリス艦隊はカルタヘナでインディアスから約30マイルのロサリを諸島のペケーニャ・バルシマで補給した。スペイン当局はイギリス艦隊に気づき、カルタヘナ総督はポルトベロのスペイン艦隊に警告を発令した。財宝艦隊の指揮官、ホセ・フェルナンデス・デ・サンティレリアンは時期がハリケーンシーズンに近く艦隊の残りとジャンバティスト・デュカッセヒキール護衛艦隊が ハバナで待っている上に合流を待たずに出発すると、脅されたためもう待てないとして5月28日に、ポルトベロからカルタヘナに航行する決定を下した。スペイン艦隊は、小船14隻、軽く武装したハルク船1隻、そして護衛艦3隻で構成されており、護衛艦は下記の通りである。スペイン艦隊は6月7日の夜にバルシマに到着して、怒りを下ろした。 翌日には、風もあまり吹かず、午後3時頃にはエージャーの艦隊が接近してきた。スペイン艦隊は守備の陣形を取ったが、イギリス艦隊は最も大型な船が財宝を最も多く積んでいることを知っていたため、最も大型な船へ攻撃を集中させた。午後5時頃、キングストンはサンホアキンを攻撃したが、2時間の戦闘の後サン、ホアキンはコンセプションの助力を借りて、 夜に紛れて逃走した。エクスペディションは、サンホセを攻撃、さらに接近して、異常攻撃をしようとした。1時間半の激しい戦闘を経て午後7時ごろ、両艦の距離がわずか60メートルだったところ、サンホセが突如爆発して、財宝と船員諸とも沈没した。その乗員600人のうち、生還したのは11人だけだった。夜はすでに訪れていたが、 満月だったため、ウェイジャーは午前2時に、サンタクルスを捕捉することに成功した。サンタクルスは短期間の戦闘を経て打破されたが、サンタクルスには、財宝は載せておらず、レアルでお帳を乗せた箱18個と銀のインゴット14個だけであり、いずれも公的なものではなく、私有財産のようだった。黎明には、サンホアキンが発見され、ウェイジャーは、キングストンとポートランドに追撃を命じた。 しかし、数回の一斉射撃の後、サンホアキンがカルタヘナ港への逃走に成功。イギリス艦隊はカルタヘナ港の砲台からの攻撃を犯してまで追撃しなかった。残りの艦隊のうち、コンセプションがイギリス艦隊に追い詰められてワルシマに座礁した以外はカルタヘナに無事到着した。イギリス艦隊はスペイン船3隻を破壊。 スペイン艦隊が金と銀をヨーロッパに運んで、フランスとスペインに軍資金を与えることを防いだ。チャールズ・ウェイジャーは金持ちになったが、もしサンホアー金を打歩できた場合にはさらに大金を手に入れられたため彼は失望した。この失敗により、ブリッジスとウィンザー両艦長は軍法会議にかけられた。サンホセはそのまま財宝と共に海に沈み、2015年に、 発見されたが打ち上げられたことはなかった。サンホセに乗せられた財宝は、逃走に成功したサンホアキンと、同程度の700万スペインペソと言われ、サンホセも、ナンパ船の聖杯と呼ばれた。シーサーチ・アルマダという名前で創業していた、グロッカモラ・カンパニーというアメリカ会社の投資者は1981年に、コロンビア沖でサンホセを発見したと主張、コロンビア政府に、 財宝の65%を譲る代わりにサルベージの創業権を求めたがコロンビア政府に拒否された。その後、コロンビア議会は財宝が国有であるとし、サには発見者として5%を与えるが、そこから45%の税金をかけるとした。サは1989年にコロンビアの裁判所でコロンビアを訴え、コロンビア最高裁判所は2007年7月に、 財宝がコロンビア政府と発見者の間で当分されるとの判決を出した。サはアメリカの裁判所でも訴えたが2011年と2015年の訴えは技術的な問題により却下され最終的にはアメリカの裁判所がサンホセの所有者はコロンビア政府であるとの判決を下した。コロンビア政府はサンホセがサの主張した位置にあるかを確認していない。 2015年12月5日、コロンビア大統領フアンマヌエル・サントスは、コロンビア海軍が11月27日にサンホセを発見したと公表した。コロンビア海軍は、リーマスという自立型無人潜水機を使用して、サンホセを発見した。ナンパ船の正体もすぐに判明。コロンビアの海洋航空学者はナンパ船の写真から、船体にある銅製の大砲に、 イルカが刻まれているのを見つけ、ナンパ船がサンホセであると同定した。コロンビアはサンホセを海底にある世襲財産であると主張、サンホセの位置を国家機密と定めた。ありがとうございます。